出かけて、はいはい、見るんですけれども、なんかこう、出るときも入るときも厳しかったりしますよ、やっぱね。行けなかったですもんね、実質。いや、まあ、行け、お金積めば行けたんで。行ってました？行きました、僕。だからもう、まあ、まだ全然もう、2020とか21の、うん、PCR を。あ、いい、すげえ、チャレンジャーやな。ちょっと2万5千円ぐらいで、売って、で、飛行機乗って、帰りも、だから。海外でやっぱかかっ、医療、海外で病気になること考えるとね、ちょっと行けなかったですね。あ、まあ、でもまあ、なんか保険でなんとかなるかなと思います。なるほど。すげえ。さすが。そんなにこう、なんていうかこう、まあ、なんか旅中に死んだら本望かなとか思う。なるほど、うん。なんで別にこう、怖くはないですよね。ただ めんどくさいだけです。確かに。あ、パーマネントカルチャー。多分俺の本だ。あ、いやいや、なんでもないです。結構僕の本をね、寄贈したんですよ。ありがとうございます。誰を使う？え？いや、僕の本、家にいっぱい本があったので、ね、寄贈したんですよ。何冊か残ってました。ありがとうございます。もうすぐピッチャー持ちますよ。あ、そうですか。ちょっとどう、阿波踊りまで、でも下北探索もうでもだいぶ涼しくなってきたんですよ。そうですね、うん、まああのやっぱ16時までが本当にやばいですよね。そう、本当に最近やばい、うん、ちょっと尋常、サウナいるみたいですよね。やばいですよ。だからもうなんかこう汗の出る、昨日サウナ行ったんですけど、はいはいはい、こっちの方が暑いです。なんか体感としてはこっちの方が暑いです。日差しが強いですね、日差しでこっちの方が暑いですね。サウナどこのサウナ見たの？ね、昨日は世田谷の満月湯っていう、ね、天然湯がある、普通の銭湯サウナなんですけど、はい、天然温泉で、はい、で、祖師谷温泉がなくなっちゃったじゃないですか、はいはいはい、だからそこ行ってみたらすごい良かったです。あ、天然湯の